けを考えてて、今は、まあ、仕掛けを考えるのと同時にちょっとね、この辺りの うなぎ針ね、結構うなぎ眠りっていうか特殊だよね。うなぎ針のその形状ってかなり特殊で、これはこれでね、ありかな。まあ、ハリスは、腐るほどあるんで、ハリスとかはもういらないので、バッサリ切っちゃいましょう。一回ね、細すぎんだよな。0.55 とか、細すぎ、さっきちって切れるわ、そんな。勘付きな。昔針ギャーって結ぶ機会なかった時、こんなそうなんだよな。ハリスをだからハリスがついてるものしかちょっと買えんかったっていう、そういう時もありましたね。高かったんだけどな、この800円ぐらいだぜ、こんなもんが。スーパーボールで自作できそうじゃん。これ高かったんだけど、いや、超過は全然ないな、こいつで。一匹も釣れたことね。もう俺の腕が悪いんからもうからなんだろうけどさ。一匹も釣れねえ。ワームとかでぶん投げないと多分上がらないんだろうな、こういうものって。多分こんなんほら手で ちぎれちゃう。 0.5 かな、これ 1.5 か、フロロの 1.5 ね、こんなんはダメですよ。たかだか30かそこらのバスでも普通にちぎるんじゃない ?3 で。フロロ3ぐらいになるとね、まあけど、ね、引きちぎれるね、人間では。5号はどうだろう ?5 号。5号は、どうですかね。5号刺すだよ。こうやって、これ人間の力で、ああ無理やね。5号はさすがに無理です。なんか怪我しそう、切る前に怪我しそう。それぐらいやっぱ強度あるわ。全然違うね。でね、なんかハリスはね、なんか自分の中ではまだその透明であるべきだっていうあれがちょっと捨てきれなくてですね、ハリス今のところその透明のものしかなかったんですよ。だからこれにこれをそのナイロンの銃でその巻き直したっていうのは、そういう意味があるんですよ。どういう意味かっていうと、こいつをねハリスにしようかなと思って。あれ違う、これ15だ。どれだ、どこやった、なんであんなもんなくなるわけねえだろ。ちょっと待ってよ。
嘘やん。嘘やん。あんな、なくなるわけあれんやん。なんで？なんで？やばいな、俺。ああ、だった。ほら。これね。これをさ、ハリスとして使用したやつをちょっと試作しようと思ってね。そうなんですよ。で、今ちょっと針とかサルカンとかを、まあ、回収はしてんだけどね。サルカンだけでいいかな。針は、もういいや。この辺ちっちゃい針はいいかな。このマルセイゴの何もいらない。いらない。だって腐るほどあるから。血ぬばりか。血ぬばり欲しいかな。これセイゴだろう。セイゴの7号かな。これも。気がすんだよな。これも細いでしょ、これ。これ多分1.5だな。クロロの黒塗りのやつか。マルセイコわかるかな。っていうかこれオートフォーカスにしてねえから多分ダメだな。一応マルセイコは一応取っとくか。黒いやつは取っとこう。もう銀ギラのはいらない。 いらない。ああ、どうしよう。マルセイを一応取っとくか。マルセイを一応取っとくか。浮きゴムとかもいらない。めんどくさい。ゴミみたいな額でいくらでも売ってんだからさ、私の使いやいいんだよ。セーフバリだね。ああ、これ自作したやつだ。これは結構強いな。これ多分3だと思う。フロロの昨日これで行ったからね。フロロの3、フロロの3とマルセイゴで釣れた。やっぱ、マルセイゴがいいね。忘れたんだよな。私ね、あれなんですよ。ほら、だいたいフロロの、もうきついな。3号ぐらいになってもめっちゃきつい。これはちょっとやそっとじゃ切れないね。まあどうせ見えてるんだったら見せてアピールしましょう作戦ですよ。まあ俗に言う。まあ俗に言うっていう言葉選びが適切かどうかっていうのはちょっと分かりかねるんですが。これもダメだったな。中通し浮き、遠投はできんだけどな。確かにぶん投げはできんだけど、だからそこが難しいところだよな。あんまりね、低弾道、要はルアーみたいな感じのその低弾道でスナップを効かせたこれをさ、こうクッてでフィュッてやるやつ。これをこうサイドキャストっていうのかな。サイドキャスト、バックハンドキャスト、まあいずれにせよさ、低弾道でピューって飛んでいく投げ方あるじゃないですか。あれやるとね、意外とね、多分その爪楊枝のそのカラマンボウ君が働きをしてくれて、なんだろう、これね、カラマンボウ君がね、意外とその餌の針がさ、
餌って軽いから、これがねちょうどこう飛んでる時ってこっちに行くんよ。こうね、こう行ってる時にそのこれがさ、なるべくこの道糸の方にその針のその餌っていうのが、まあ、たまに引っかかってごちゃごちゃになることあるでしょ。あれを防ぐためのものなんですけども、うん、これが結構いい働きしてくれて、取れる、うん、絡まることはなかったけど、2、3回投げると取れる。低弾道のそのスピードのあるキャストでやっちゃうと、ということが分かりました。餌釣りはね、だから その辺のリミテーションだよね、早い話が。だからデカバス狙うんだったらやっぱルアーとかになるんかなとは思うんだけどね。けどあっこの池をまあかれこれ数ヶ月ぐらいですか通ってて分かるのは、まあウィードはない、ほとんど、うん、ウィードもないんだけど、手前側のその石ね、うん、今はその干上がっててさ、その辺クリアなんだけど、あの辺りがかなり問題になってくるなっていうのは、多分倒木とか木だね、うん、木あたりが結構きつそう。あ、これ浮き連合